と今ねすごいな、終わってすぐ来たからちょっといろいろやんないと前髪整えさせて。あ、星たくさんありがとうございます。キラキラ星、串忘れちゃった。お家から再販、あ、そう再販、あの握手会の再販決まったというか、あの始まったので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。買ったようだって、ありがとう、楽しみにしてます。カッツンさんありがとう、間に合った、嬉しい、ありがとう、たくさんハートありがとうございます。スケさんもありがとうございます。アンコウさんも、ユキさんも、ペンギプさんもありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごいすごいすごいぞ、前髪を荒れてる。カッツンさんありがとうございます。ハートこんにちは、こんにちは。すいません、前髪直してて。よし、多分まあまあまあこれで。よくないけど。お疲れ様です。おつあず、おつあずです。あ、だるまありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。来てくれてちょっと早い時間、いつもより早いけど来てくれてありがとうございます。両面かが両画面を鏡にしてる両鏡、うん、そう画面鏡にしてます。すまねーすまねーすでまねーす今ね、ここにあるんだ鏡。こっちにしよう。まあいっか、もうやだ。こんにちはこんにちは。いろいろ今日は髪型が。スーパーカップのアイス食べてます。いいなー、アイス食べたい。やつもそう、結局朝はアイス食べてないから夜食べちゃう。夜食べちゃう。何この毛、この毛、この毛何？何？この毛何？オッケー。だるまありがとうございます。こいつありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そう、アイス食べないと力出ない。そう、本当にそうですよ。アイス大事。前髪伸びたね。確かに前髪伸びたかも。公園から切ったから。こんにちはこんにちは、ピーちゃんさん。目がさ、かゆいね。ん？前髪、眉毛の下だった。うーん、え、でも握手会の時は前髪パッツンだった気がする。伸びたかな、じゃあ伸びたかな。一日何個アイス食べてるの。え、1個って決めてるけど、まあ、時と場合によります。でも一日1個は大体食べてますね、毎日。決めないとあれだから延々と食べちゃうから決めてはいます。こんにちはこんにちは。生きてるってこと、生きてるってことですね。前髪も本当ありがとうございます。たくさん。開始5分経ちますけど、前髪ずっと気にしてましたね、この5分。まずはショールーム始まる前ずっと昆布試した。なくなっちゃった、なくなっちゃった。
くなっちゃった。あのさ、髪ボサボサ今日。くし、なんかさ、こいつありがとうございます。ありがとうございます、だるま。普段さんもありがとうございます。お水、ガシガシ言ってるよ、ガシガシ言ってるよ、あいガシガシ言ってるよ。きっと昆布でツルツルになるかな、なるといいな。イヤホンだから気をつけて。イヤホン？あ、このガシャンって音。あ、ごめんなさい。オッケー。レッドブル飲まないの？レッドブル飲まないです。何？梅昆布食べたくなってくる。梅昆布も美味しいよね、わかる。梅昆布美味しい。さあさあさん頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。柿の種梅味、梅味ですよ今日食べたのはね。美味しかった。でも嘘、あ、鏡か。アズのメール気づいたら3ヶ月。お、やったね、3ヶ月だ。嬉しい。鏡だよ。アシさんありがとうございます。こいつさんもありがとうございます。アンちゃん花屋敷のイベントお疲れ様。ありがとうございます、楽しかったです。いつもヤギアズ聞いていてくれてる、ありがとうございます。そう、鏡見える？あ、見えないわ、届かなかった。見えなかった、アズの顔ここに映るかなと思ったら映んなかった。ニジさんありがとうございます。アシーさんありがとうございます。モモロクさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ヨリさんありがとうございます。ジャックさんありがとうございます。ペンギンエプさんもありがとう。ミルさんありがとうございます。チェックさんありがとう。レッスン終わったの、レッスン終わりました。明日の配信時間どうしよう。明日か、明日どうしようかな。あ、メール来た、よかった。ジラジさんお疲れ様です、ありがとうございます。来てくださってメール来た、すごいみんな通知来てる、嬉しい。明日最終日です。そうなんです、明日最終日だからさ、大事大事なんだけど、何時がいいかなって思って。待って、明日ってさ、難しい。そうだよね、明日ラストなんです。そうなんですよ、もうラストですよ皆さん、悲しいことに。そうそう、8時までなんですよ最終が。だからどうしよう。でもレッスン、どうしよう、1週間頑張ったね、ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。夜、明日朝やるの、え、どうなんだろう。え、なんかどんな感じが普通なんですか。最後追い込みは最後3時間ぎっしりやるのか、それとも朝分けてるのか、私分かんない、どっちの方がいいのか。みーちゃんさんありがとうございます。
2週間も終わりか、終わり、ありがとうございます。デタロウさん、クマありがとうございます。シュエモンさんもクマありがとうございます。嬉しい。朝、じゃあ朝30分ぐらいやる？ 1 時間か30分、どっちの方がいいんだろう。午前中もできればどうしよう。午前中、明日は分かんない、どうしよう。分けるのか、分けるか。やっぱじゃあ朝、どうしよう。朝1時間か30分どっちがいいですか？1時間か30分。迷ってる。朝とにかく1時間か。迷ってる。いける、嬉しい。待ってる。朝1時間あった方がいい。じゃあ1時間やりますね。じゃあどうしよう。やるのは、やるなら7時から8時か9時から10時なんです。か10時から11時でも朝ね、今日危なかったから怖い。朝めっちゃそう早いの怖い怖い。でもどうしよう。10時から11時とか来てくれる方いるかなっていうのを考えると、朝やった方がいいのかなと思うんだけど、そう、7時から8時から9時が一番いいんだけど、8時から9時はなんかお母さんの準備が始まって、あの吠え出すんです、ロコちゃんが。だからその時間はやめることにしました。たくさんハートありがとうございます。ケイさん、アイスケイさんありがとうございます。そうだから、そのね、ロコちゃんゴールデンタイムはやんないように気をつけて。ジラスさんありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、ハートありがとうございます。通勤時間帯だと、どうしよう。平日の9時から夕方は見れない人多そう。いるところ、コモロクさんありがとうございます。ハート、朝5時くらいから仕事大変、ありがとうございます。そう、8時から9時はロコちゃんタイムなんです。平日は7時、じゃあ7時から8時でやりたいと思います。7時から8時だね。そう、7時から8時と6時から8時でやりたいと思います。そうだよね、6時から8時。
そうしましょう。でも今日ボードがないのでね。あ、あずさ、テロップ最近書いてなくない？なんだっけ、一発ルームね、あるね。でもそれはしょうがないよね。大丈夫かな。まあまあ、そうですね、交互に見てもらって交互に見てもらって、一発ルームと私の配信をぜひお願いします。アズは見れないですけど、一発ルームすいません、しょうがない、うん、ごめんなさい。明日って誰だっけ、誰が出るんでしたっけ。明日って誰ですか。あれ、アズ出ないよね。出ない、前回出たもんね。明日って誰ですか。明日か、そっか、明日火曜日か。さえと、あ、じゃあさえとひなの、あ、ひなの違う、ひなの前回さえしかない。かすみ、ゆな、さいゆな、ひなの、さいひな、こひゆ、あ、みんな違うよみんな違うよ。あ、さいゆな、ゆなこひ、あ、じゃ、さいいないのか、さいいないんだ。じゃあ、じゃ、さい、あず前回出たよね、さいと一緒に。違うよ、じゃ、ゆなこひゆいちか。あ、これだ、これだ。あ、これです、ゆなこひゆいちだ。最初めっちゃサイは確実に出るとか言っててあれ、サイコヒユイチいる、絶対嘘やん。ユナちゃんだって、ユナちゃん、ユナコヒユイチだね。それが本やばい、みんなあやふやだった今みんなあやふやでしたね、ちょっと。あ、そうだ、リポストしないと、リスポストって言っちゃいそう。後で言います。ね、みんな違かったね、今すごいみんな違かったよね。ん、公式が間違えて、ゆめりはやちゃんじゃなくてゆなちゃん。ん、え、さやちゃんじゃなくてゆなちゃんって書いてあるけど、ゆなが正解なんだよね、でも。え、ブリンさんありがとうございます。クマやばい、こひちゃんとゆいちがだからゆなちゃんだよ、そういうことね。あ、そういうこと、 OKOK、 あ、大変だった。そういうことね。あ、間違えてんのか。それはみんなが悪くない、みんなは悪くない、みんなは悪くない、アズも悪くないよね。アズは確認しといてってこと。今日もこれ食べます。うん、コモロックさんありがとうございます。あずも公式のさえちゃんに付き合い、あ、そういうことか。あ、そういうことね。あ、そういうことか。オッケーオッケーオッケー、あ、分かった分かった。あ、目玉焼きいただきます。
しい。これえだま焼き、うん、マシュマロみたいだよね。鳥さんありがとうございます。グミ、結構前に雑誌の撮影で目玉焼きと一緒に写真撮った。ありがとうございます。関根さんありがとうございます。ツイッターにもね、この子とこうやってあげてる写真があるはず、どっかに。これも美味しい。みんなに愛を届けます。あーい、お菓子を持ち込みです、いつも。X 探してみる。え、本当に多分結構前大丈夫だよ、いいもいいも探さなくて。あ、届きました、ありがとうございます。藤木さんありがとうございます。探します。いや、あるかわかんない、どうしよう。そんなことさせてなかったらごめんなさい。コモロックさんありがとうございます。コモロックさんありがとうございます。さっきコメント恥ずかしくて読んでなかったけど、めっちゃありがとうございます知らつらやばい、面白い。あんま読めないけど。ありがとうございます、小室くさん。ゆうかちゃんもありがとう。みくちゃんもありがとうございます。うんふん。はじめまして、こんにちは。コンバッチさんありがとうございます。はじめまして。おいしい。わあ、前髪セットしておけばよかったか。午前中授業、何、優しい、ありがとうございます、嬉しいよ。あ、ありがとうございます。みーちゃんさん、お家だからかな。これ何か分かりますか、皆さん。誰も分かんないかもあ、どうしても君が好きは違いますね。知ったかぶり、あ、違いますねあ、分かんない、でも分かんないか、確かに。これね、振り付けじゃないか。これサビですよ。さあ、最強ツインテール、ピンポン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 。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて禁止するです。で、二つに結んだの男たちは首だけ。今日の君は最強ツインテール、もっともっと。ドゥーザダンスね、ドゥーザダンス難しい、確かに。分からんかった。じゃあ次は
次は表題曲でくださいだって。表題曲か、表題曲か、待って何やったことあるわ、ちょっと普通に。あー、分かっちゃうな。表題曲って絶対分かっちゃうじゃん、めっちゃ分かるよ。あ、じゃあとりあえず、もう絶対分かるもん、これこれだもん、なんでもうここで分かった、絶対。あ、リップグロス、はい、正解です。ピンポピンポピンポン。何でもいいからやってみればおもろいリップグロス正解。じゃあね、やったことないけど踊ったことないけど、踊ったことないけど、あの見た感じ、あ、でも分かってる。そう、好き。そう、ちゃんと習ってない、これあやふやなやつです。チーム美容師、嘘。そう、サビは分かりやすいね。やったことないの意外。そう、やっぱね、ジアナナキさんが大声ダイヤモンドなので、なんかなかなかやる機会ないですね、私たちは。18期は、そうそうそう、18期は言い訳メイビーですね。あ、いいですよ。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、リフレイン正解。好きすぎて好きすぎて好きすぎてこれ見えてない。そう、正解です。コーラ、ビジュアルデイズ踊るな。でもね、ユナが踊ってて、うん、全然わかんない、あれ難しいって言ってました。でもビジュアルデイズ、ユナがなんか細かいらしいです。あ、じゃあこれはここだけでわかる国境ピンポンピンポン。これ上半身だけ出るとすごいことになる。あずちゃん、朝より痩せてる。本当に痩せたかな、踊ったからかな、痩せたかも。なんでだろう、場所と画角、画角もあるのかな。なんかお家の画角変なんだよね、アス。アスの曲ではないけど、ありがとうございます。嬉しい。そう、そう言っていただけて嬉しいです。ミシさん、ありがとうございます。あと。フェスね。来年の夏。今年ぐらい出れるといいな。ね。あ、アイスありがとうございます。でもさ、
19期生さんが3とか言って19期ちゃんが入ってくるから今年ぐらい多くはできないのかなってどう思いますか。びっくりした、唇ちっちゃ、唇ちっちゃ。19期ちゃん気になる、気になるよ。19期ちゃん、19期ちゃん気になる。 TikTok のアドス、20K ってな、2万、2万いいね、すごっ、ありがとうございます、嬉しい。みんないいねしてくれたかな、ありがとうございます。ね、今日から口に変わるのかな、見てみよう、見てみようの回。あ、ないない、ないので、このね、めっちゃ弱いちょっとピリピリなやつ塗ります。スース、これはピリじゃなくてスースで、ちょっとでかくします。でもでかくならない多分。これも塗る。19期生は楽しい、俺は楽しみだよね、どんな子が入ってくれるんだろう、楽しみ。まずはね、結局さ、サンリオコラボしたいのにできないのかななんて。でもグミ食べてるからなんだっけ、よかった。モロクさんですか、たくさんありがとうございます、ハート。20K イコール2000だよ。あ、2000じゃないと思うけど、多分20.0は2万だった気がする。 K は、あ、そう、 MMM、 M？ え、待って、わかんない。2万ですよね多分、だって何千っていういいねはよく見る気がするもん。まずそう、なんか5000とか9000までちゃんと9000なんです。で、次のから1万 K だと思う、確か。あ、でもそう、みんなそうだって言ってる。そう、 M は逆にめっちゃ万らしいです。でも K は1000ってみんなあれ、そうです。私はね、ちょこちょこ開いてたので多分ね合ってると思う。1万だ2万だと思う今。ありがとうございます皆さん、こんな食べていいのか、パクパク食べてるけど、ご飯前に。ケキナさん、ありがとうございます。こっそり食べた、こっそり食べた、誰も気づいてないから大丈夫。サイさん、ありがとうございます。それな、そしてまたこれをいただいてきました。これをいただいてきました、ネギ塩。おいしそうだと思ってもらいました。今日夜ご飯残したら怒ってやばい、残さないです、ちゃんと食べるんだからね、お菓子食べても。
お肉系って言ったんですけどね、アズは。え、すごい、指輪、指輪みたいになってる。美味しい。これしか残ってない。これなくなった。クマ美味しいよね。うん、美味しい。グミプレグミ派です。プレグミ派ですか。え、プレグミあんま食べない。でもなんかね、硬い系も、え、でもプレグミも好きです私。ん、うん、ほら赤い。グミはコーラ、コーラ美味しい。コーラね、じゃん。何何？え、面白い。ヤギ家もアズオタクの情報提供されてんの。アズはね、情報共有してる、結構してたり。え、でもね、お母さんとかお父さんもね、よくねアズの、そう、調べたりするかも。ありがとうございます。そうだから、こういうこの人ってどういう人ってよく言ってくるから、アズも教えてあげてそう、こういう子って、そう、こういう人だよって言ってよくね話してる。だからみんなもアズに言われてるかもね。悪いことしたらママが怒るよ、どっか行ったりしたら。分かった？でもしゅうかちゃんのあの画像とかママはよく保存してますうん、ありがとうございます、喜んでます。透けてるから大丈夫。いや、見えてますよ。売り切れした。うん、マジか、気持ち悲しい。それであず泣かしたら怒るよ、怒るよ。そう、試変したら怒るよ絶対。お怒りになるよ。分かった、怖いんだから。見てもらえて光栄です逆にね。他のとこ行ったらダメ、絶対ダメだよ。あれ、この人ってアズのファンじゃったの、ファンだったよねって言って怒るんだから。あれってちょっとってトリッピーさんちょっと危なかったけどね、大丈夫もうママにお手紙書くかやだ面白い。もしもしね、ちゃんとアズのこと好きだったらまあしょうがない、まあ、だって好きな子増えるのはしょうがないと思うけど、いやでも一番はアズね、それだったら、それ約束できるんだったら全然いいんですけど、そう、優先順位が変わってくるとまたそれはちょっと違うかなって思いますね。うん、でもやんない方がいいですね。はい、Z29 さんありがとうございます。クマ、そう、一押しの契約を結んでください、ぜひ。
本人たちよりそうだよ、怒るよ、ダメだよ、耳が痛いです。なんでなんでなんで痛いの。藤木はさ、藤木はさんも毎回見てくれてるから、まあアナのこと好きなのかなって思うんですけど、一途です。ほらありがとうございます。ラチさんは本当にもうね、いつも言ってくれる。ほらあずが一番なら LINE、 いやでもそういうこと、違う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 、もうないけど、カッツーさんでも好きでいてくれたらいいです。もうアズのことみんな好きでいてね、絶対絶対絶対、ここにいる人はみんなです、一番好きだよ。ありがとう、しゅうがちゃん伝わってる。今押し始めたら子さん、子さんですよ。だってまだ研究生です。しかも1年経ってないです。半年ちょいぐらいです。これは新規です。絶対。好きづて参っちゃう。ありがとうございます。名前変えなきゃダメだよ。わかるから。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。鳥さんありがとうございます。交番。ハート、ワン十二公演応募したかったのに、そう12の公演発表されてたよね。これは湖を越えるアーツ、あ結構やばい、それは水島さん超えたら結構すごいことになっちゃう気がする水島さん面白い。そう今まで圧かけること、そう心では思ってたけどあんま言わない。あずは テレパシー送ってる、みんなで目で伝えてるつもりダメだよって。そうなんですよね、あんまねでも言えない、恥ずかしい。時々圧かけてね、分かった時々ね そうなんですよね。だって圧だけ見てとか恥ずかしい、なんかまあいいよね、ね難しい、難しいです。圧も人間だからオーディション頑張れ、ありがとう、せいなさんありがとうございます、いつもお花ありがとう。ここにいるのが怖い、ここにいるの怖い今、あんまり言ってこないからそんな気、トリッピーさん鈍感ですね、みんな分かってない人は鈍感ですよ、鈍感な男の子だみんな。コモロクさんありがとうございます、ゆきみさんありがとうございます、こんばんは、こんばんは。
な心分かってないんだから、プンスカプンスカそうね、結構ね、多分話す、確かに話すかも、誰来てくれたとかは。年下、ありがとうございます。みゆさん、ありがとうございます。話してる、ママさんに、ママさんに話してないよ。あ、ママには普通に、普通に話しますね、普通に。藤川さん、ありがとうございます。隣に、なんか前見えたけどね、ペンギンヒープさん、なんか見えたけど、まあ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 、ゆみさん、ありがとうございます。ハート、言葉を言わないとさ、そういうね、ドストレート系のね、まあ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 、アドは苦手です、ちょいと。そう、あ、今日から第10時半、そうです、4時からね、あの握手会とかオンラインお話し会の第10時販売がね始まったので、ぜひ皆さん、アズに会いに来てくれたらとても嬉しいです。会いに来てください、ぜひ、待ってますね。そう、いろいろスケジュールとかは、あの私の X 見てくれれば、あのわかるので、一番最初にもうピン止めしてあるので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。待ってます、お願いします。おすすめセーラー、あ、でもあのクリスマスとかは、クリスマスとかクリスマスイブとかは、そう、23日は6部がトナカイさんやるんですよ。トナカイさんやって、8部、その夜の8部はクリスマスの、まあ私が思うデートコーデみたいな、クリスマスデートコーデが8、6部がトナカイ、8部がデートコーデで、24クリスマスイブだはもう6部も8部もどっちもサンタさんです。ちょっと変わるかもしれないけど、そうなつもりなので、クリスマスイブイブとイブはぜひみんなと過ごしたいので、たくさん会いに来てくれたら嬉しいです。23日セーラー服はね、あのオンラインお話し会はセーラー服あります。11月20なんだっけ、セーラー服の日がいつもさ分かんなくなっちゃうけど、あのオンラインお話し会で一回セーラー服あるので、そう、ぜひお願いします。12月9、10、どっちかが9かな、セーラー服だった気がする。ぜひあの私の X 見てくれたら嬉しいです。セーラー服は12月10はい、お願いします、ぜひと。1月あーもう出てこないけど、1月何日のオンラインお話し会でひなのとお揃えな洋服着ます。全然何も決めてないです、まだ。そう、握手会は全て X にちゃんと書いてあるので、ぜひ後でまた告知ももう一回するんですけど、ぜひ見てくれたら嬉しいです。1月13が日なのか、ぜひお願いします皆さん。
来てくれる方いますか？来てくれる？みんないますか？ってみんな来てほしいです。千代さんこんばんは。こんばんは。ハートありがとうございます。ここにいる方はみんな行かれる方、ありがとうございます。今回はごめんなさい、悲しい。絶対今度来てね。じゃあ来てください、ぜひ。行かない理由なし。あ、ありがとうございます。え、自分も知り合い11月ラナちゃんの服装、11月ラナちゃんの服装気になったので私服をおすすめし、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいよ。次のシングルから行くつもりです。次のシングルから、ぜひ今回も来てください。次のシングルも嬉しいですけど、今回もこれ日があったら来てくれたら嬉しいです。来てくれますかって言われても毎回言ってるじゃん。ありがとうございます。わかるよ。そう、セーラー服ワンショットと、ワンショットだね。そう、ワンショットもあるから楽しみだ。多分もう慣れたワンショット、もう買いました。ありがとうございます。次のシングルから自分も、なんで、なんでよ。でも来てくれたじゃん。11月18日1枚しか買ってなかったからクリスマスたくさんぜひお願いします。クリスマスたくさんおしゃべりしましょうね。ね、サインとか書き書き、オンラインお話し会だとサイン会とかはね、はい、結構10枚、なんかでも結構書きますので、17そうぐらい書くので、ぜひ来てくださると嬉しいです。サイン会とかは特にメッセージとか書けるのでね、はい、来てください。ぜひ。アズのサインの絵が好き。そう、おーちゃんさんクマ描いたよ。ハートのクマね、いつも画面のやつ、ちょ頑張って描いてみたけどちょっと面白いことになった気がする。そう、なんか絵描いたりもします、アズみんなのサインのやつを勝手に絵描いたりします。お気に入り、よかった、嬉しい。前回サイン全滅、うーん悲しい。またリベンジしましょう。ぜひサインのメッセージにあわわなりました。申し込んだよ、12月10日。お、嬉しいな。やった。ヤマさんありがとうございます。クマちゃん。全部当たらないらしいね。え、どうなんだろう。でも10枚ぐらい、で、あの何枚も同じ人とかもいましたね。なのでね、ちゃんとあの確率なんていうの、ちゃんとね平等になってるので、そう、ぜひ来てほしい。みんな10枚当たるかと、そうそうそう、サイン
界渡らない。そんなことないです。一人でさ、一人そう3枚ぐらい書いたこともありますし、うん、本当にランダムなんだなって思いました。当たるように、あずよろしく。当たりますようにね。本当に運ですよね。でもね、たくさん来てくれたら倍率もその分、倍率なんて言うんだろう、確率も上がるのでね、ぜひたくさんお話ししたいよって方は来てくださると嬉しいです。書かなくなるんで、いや一人一人書けますよ、そりゃちゃんと。嬉しいから来てくれて、みんなにメッセージ書きたいじゃん。ん？メンバーのサインあんま書けないやつ、誰も書けない気がする。ひなのぐらい、ひなのはね書ける気がする。でもいや、ぜひ来てくれたら嬉しい。バイリスそんどうなんだろう、バイリスはすよ、わかんないけど、でも今がいいと思います。皆さん今買ってほしいですね、来るなら。今回ユナさん簡単？ユナなんかさ、うにょ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 しててわかんないやつ、筆記体すぎてちょっと難しそうだった。ひなのが一番簡単な気がする。ひなのとかすみも簡単かも。かすみも簡単。そう、全部急げだ。確かにそうですね。18期生全員のサインをぜひ頑張ってください。アズナもゲットできてしてほしいですね、ぜひ。ユナ難しいよ。人のサインをウニウニしてるって言わないの、そんなこと言うな。ユナのサインで、ユナでも一番最初にサイン考えてた。誰だっけ、ユナだっけ、誰だっけな。でもみんな早かった、サイン考えたの すごいって思った。あでもアズも言って同じ日に書いたけどね、サイン考えるの大変でした。見せて OK もらいます。そうサインもそうみんなで見せ合いっこします。それでいいなって感じだったら OK になりますね。今日いつもより可愛い、本当に。嘘、嘘つけ、本当に。今日すごいボサボサだしさ、メイクも全然あんましてない、ちょっとだけだけど。そうアズのサインお顔、そうニコちゃん書いてあります。たまにねそのニコちゃんのにねリボンつけたりねしてるんだ。コンサートのあのそのサインのやつはたまにリボン書いたり、たまに頭に飾り付け書いたり、そうしてました。のでそういろんなねあれ楽しいです、あのサイン。そうレア結構書いてましたね。レアは文字かそういう、そう文字書いたりリボンそうとか書いたりしてましたね。こういう
楽しかったな。レアにはハート、あ、ごめんなさい、でハートは全員に書いてた。ハートはみんなに書いてます。はい、あの文字とそういう飾りはレアですね。何も書いてないのは一個もないと思います。確かハートとハートとかなんかいろんな場所にもうハートは結構書いてた気がする。うん、何かしら星とかだったりしますね、人によって。音符とかでも自分的レアだと思って書いてたのはそのニコちゃんの、そうハートちゃん、ハートちゃんの飾りだったり、そうあの言葉系ですね。そう色はね結構色も結構変えてた、ちゃんと。そう人によって変えたりしました。多分ねあんま、うん、結構バリエーションありましたね。いや欲しくなるね。頼まれたんで自分でやりました。書くもの頼まれることあるでしょ。ん？書くもの頼まれサインとか書きますよ。ポーコさんありがとうございます。すごい地引き、すごい、だってすごいよ、すごい、本当に嬉しい、よかった。授業さんありがとうございます。ハート、あれたくさん書いてる。でもあとはね結構ね楽しかった。なんかあ、ケントさんありがとうございます。ハート、ロッキーさんありがとうございます。あ、ユナが配信始まってきた。え、なんか武道館のサインはすぐ、なんだろう、なんかね楽しかった。てかあのなんだっけ、あの紙のハガキって感じが好きでしたね。ハガキだとめっちゃね書きやすいんです。なんでペン持ってんだろう、今どっから出てきたんだろう。え、怖い、何で持ってんの。ポストカードめっちゃね、気づいたらペン持ってる、怖いよね。あれなんでだろう、朝いつペン持ってました、ずっと持ってたかな。でも1日100枚ってやって3日で終わり、3日、初日でね終わりましたね私は。そう1日100枚ってやってちゃんとやりました。サインする気も、早くサインしたい、もうね早くサイン、早くサインしたいってなってる。これが行動に出ちゃいました。皆さんぜひ明日にサインもらいに来てください。カメラのレンズにサイン書く？トントントチチ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 チペン回しできない。写メ会もねいいね、ワンショット。サイン会は名前がバレるからな。え、でも自分の好きな名前ですよ。自分のあのニックネームとかでもいいんですよ。変えれます、書いてほしい名前に。サインって人気、サインはねでも欲しいですよね。そう、名前はニックネーム変えれますよ。ニックネームでいいですよ、全然。本名がバレるのちょっと辛い。全然トグちゃんがついた、あ、ごっちゃんさんで全然いいと思います。そう、心配ないです、みんな心配ないですよ。そう
は手紙に名前ネーム書いてあるからな。お、見ますよ、いつもありがとうございます。でもね、漢字だから大丈夫、まず安心して漢字弱いから安心してください。ゆうすけさんありがとうございます。オンラインでも名前載るのかな。え、それも変えられますよ全部。あずごきげんよう、ごきげんよう。ジムジムさんハートありがとうございます。数字は得意、確かに。多分これ安心していいのだろうか。そう、あのバレたくないよって方は、そう、間違えて本名であの名前出しちゃった、なんていうの、オンラインお話し会でここたまにいらっしゃるんですよ。ここニックネームするの忘れちゃったって言うんですけど、全然お顔でわかるし、そう、あのここ見てほしくなかったら、私読むんですけど、でも漢字だと読めないから大丈夫です何の安心、何のあれしてるんだろう。そう、会話する結構いらっしゃるですよね。あ、もともと本当にニック名変える、え、そうなんだ、期間過ぎたらじゃあ無理ってことなのか。そう、サイン会は結構人気らしいですね。急に、こんばんは、こんばんは。山さんありがとうございます。熊さんありがとうございます。ワンショットは当たりやすい、え、どうなんだろう。でもワンショットとサインどっちも同じぐらいな気がします。当たります。本当に名札とかはねつけてる方もいらっしゃって、すごい優しい、なんか丁寧だなって思います。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こういったありがとうございます。ピーちゃんさんは大丈夫、あの帽子が名札です。ピーちゃんさんはあれみんな自作で作ってんのかな、すごい。うちわとかもさ、本当になんか嬉しいですよね。ねえ、なんでみんなあんな上手に作れるんでしょうね。すごすぎる、うちわどうやって作ってるんですか皆さん。うちわ名前のあれとかさ、どうやってんですか本当に。うちは作って楽しくなっちゃう、すごい。パソコンで作ってんの、すごい。愛を込めてありがとうございます。うん、アプリとか、すごい。みんなありがとうございます、アーズのためにね時間を使ってくださって。アプリ使って調べて作ってくるよ。ありがとうございます、本当にこだわってますね、本当に。 ありがたい、ありがたいしか涙出てくるもん。もうみんながそんな作ってるの考えるだけで、あずは幸せいっぱい、毎日ハッピーです本当に嬉しい。
そう、なんかね、すんごいみんなすごい本当に。え、ピーチャーさん作ってくださってんですか？え、嬉しいよ、それだけで嬉しいよ、作ってくれようと思っただけでも。ヤマンさんありがとうございます。ね、スマホでも作れるんだね、すごいね。ね、絶対イメージ未完成。いやいや、ありがとう、全然。いつか見せてくれたら嬉しいです。ん太郎さんありがとうございます。っていう楽しい。あ、でも作ってみたいな。そっち。一応ヤギの。あれね、写真ね、面白い。あれめっちゃ見えるし、こんばんは、こんばんは。アズがうちは作り配信してみる。あ、じゃあまず自分の、え、ね、誰につくんだろう。みんなの気持ちを分かるために自分のうちは作ってみようかな。だってあとかなんかめんどくさそう。もしさ切るとかあったら、え、切んないで。あ、平田由紀さん、確かに平田由紀さんあり。めっちゃ作りたい、紫で作りたいやつ。の公式のやつさ、私あれ出ますよね、紫のやつね。寒くなってきた、この部屋。7時半までですもんね。え、7時半までこの寒さか、寒いな。まあいいか、気にしない。が嬉しいからヤギで作ろう。ぜひ見つけるよ。あず本当に見つけちゃう。どこにいても、どこにいても何をしてても見つけちゃうんだから。ステーキ、うわ、いいな。やだ、いいな。山さんありがとうございます。ヤジンさんありがとうございます。キャラクター、好きなキャラクター、ちびまる子ちゃんとペコちゃん。でもちびまる子ちゃんが一番好きです。ちびまる子ちゃんが好きだ。大好き、ちびまる子ちゃん。あず昨日のちびまる子ちゃん見てないから、今日この後見ますね、録画してんの。ワク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 。ご飯食べてる時見ようかな。愛は見つけやすい。めっちゃ見えますね、愛。愛マジで見えます。なんかめちゃ目立つもん。雨ね、雨降ってる。そう、それ気になってた。やだ、雨降んないで帰るの。やだ、いや傘持ってないよ。まるちゃん見た？いいな、まるちゃん見たいよ。あずも早く録画してますよ。まるちゃんは大好きだもん。ちょっと髪の毛が本当にボサボサで嫌になっちゃう。こんな すいません。何、夜中でしょ、夜中。あ、そうなんだ、夜中に降るんだ。あ、イケメン、あげてが何すんなの上から。
注意事項真面目に読んでて、ありがとうございます。来てくれるってこと、これはアイアイさんたくさん読んでくれたんだ、すごい真面目、ありがとうございます。美味しかったんだ、いいな、食べたい、あずむスタバ早く飲みたいですね。スカイファミリーね、あのね全部見たけど全部見てない、言いたくようじゃなくて、あの途中まで見たけど全部見ててないです。あとねあそこら辺で終わってる、ドッジボールしたぐらいで終わってるかな。あ嘘、うん、どれぐらいだろう、ドッジボールって結構前だよね、お受験して、わかんないだろ、なんか結構中盤で終わってる気がする。はずこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、黄色とピンクしてる、わかります、すぐわかっちゃう、お願いします。そうなの、ブラックリストとかあんだ、お支払い遅れ、え、そうなんだ、皆さんぜひ気をつけてください、お支払いね、せっかく取れたのに、当たったのに忘れちゃったらって悲しくなっちゃうから、ね、ぜひ皆さんお願いします。まずはアズに会いに来てほしい。アズはマルコ好きな、マルコにならないです、それはなんないですまるちゃんは見てるだけが好き、憧れじゃないもんね、まるちゃんは。あずは公園でチラ見は、いやめっちゃ探してます、 MC 中とかずっとキョロキョロしてるってやってる。結婚してありがとうございます。気になるもん、どこにいるのか。ああ。わかる。まるちゃんの映画見たことある、めっちゃあるよ。サイレンも変えるとすごい怖い目に見える、注意が必要ですあ、そんな顔してる、嘘、え、してないよ、してないよ、やめてよそうやって恥ずかしい。え、そうだったら結構面白いけど、きっと変えないはず。まるちゃんの映画見たことありますよ。イタリアから来た少年も見たし、大野くん杉山くんのやつも見ました。こんにちは、いらっしゃい、 ありがとうございます、ありがとうございます。そう、ちょっとした映画です。で、イタリアから来た少年はちゃんと映画でしたね。パパ、手をつなごう、消えてしまうようにのやつ、いい、好き、大原さくら子さんの。まずに会いたい、会いたいし、会いに来て、ぜひ来てください。アンドレア好き、今度見てみよう、見てみてください、めっちゃねいいからね、あれ見て大阪行きたくなった。夜ご飯お肉って言ったけど何食べんだろう、分かんない。
チーム6本ぐらいですよ。3人いるんですか？好きな子が。あず以外に2人いるの？気になる。4本持ちはあり？そうですね、4本持ちはうんありかな。あずのも振ってね。チップスは何味が好きですか？あずチップス？幸せバター、幸せバターが好きかな。8人だから16本持てますか？普通に1、2、3、4だって 1個の間に2本だとしても1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、あ、いけるのか。 ここの間に2本入れればいけるかもしれない。幸せバター美味しいよね。はじめまして、はじめまして。ちょっとやっぱ寒いちょっと一瞬の消していきます、冷房。はい、声はいるよ、声はいるから。あ、待って、間違えた、電気消しちゃった。よし、大騒ぎ天国や。3、2、1、右から左、うん、急いじゃったらさ、押すところ間違えちゃった、ボタンが違うボタン押しちゃったよ。後ろから前、下から上、おさまき、はい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 。あ、まあまあに、まあつーさん、ありがとうございます。クリトーフさん、ありがとうございます。321はい、テンション低い。321はい、冷房かけてた。そう、なんかここの部屋ね、すごいね、暑いから、最初は冷房かけるんですけど、いつも途中寒くなっちゃう。リッチャーさん、ありがとうございます。一瞬電気消えた、本当に大丈夫？0-0の人が他の、あ、確かにね。でもアズは見てるのに、あの違う方向を見てたら悲しくなるかもあ、でもいいですけどね。まあまあまあ、でも見てることを、アズが見てることを気づいてほしいかな。だからみんな視野は広くキラキラ、ありがとうございました。愛してます、ありがとう、嬉しいよ。ぽいぽいさん、え、だるままありがとう。表見られてないと見てるからね、アースは。この後は、あ、はい、見えてます、前回も見えてますからね。ワンちゃんしか見てないよ、ありがとう。アズ見てるよね、見てるよ、みんな見てるからね。何、明日どうするの？明日、明日は7時から8時配信と、いや痛い、7時から8時配信と、と6時から8時です。来てください。そう、6時から、まあ、正確にはそうですね、7時59分までですね。学校で、また学校で見てくれるの、ありがとうございます、嬉しいよ。バレないようにね。
アズニャンって呼んでいいですか？いいですよ、全然。カズニャン、カズニャン、認知されたい、来てくれれば認知しますよ、全然。アズズ呼び、そう、アズズって呼んでくる。なんでだろう。アズコでもいいよ。コマッコ。そう、明日最終日。あっという間だったね。ありがとう、みんな。唇に色はないね。18期研究所は多分ないですね。じゃあ七木さんのだよ、それは。私たちには一発ルームがあります。そう、一発ルームがあるからみんな見てね。前髪配信、リップ塗った、全力一か八かで全力一発ルーム。これね、ルームか一発ルーム、わかる？一発ルームか一発ルームでね、分かれてるんですよね。そう、これみんなバラバラの時あるから、そこちょっとね、18期で練習していきたいなって思ってます。正解は一発ルームです。ルームじゃなくて一発ルームです、正解はね。でも誰かわかんないけど、誰かたまに一発ルームみたいになってる子いるからね。誰だろう。一発ルーム面白い、面白い、よかったね。18期ルーム単独コンサートね、したいね。18期のコンサートしてみたいですね。17期さんがやったような、いつかできるように頑張ります。全体でも、私個人でも。毎回一発一発リアタイしてる。わあ、ありがとうございます。そう、いつもね、アズが見てるときコメントしたりしますもんね。ルーム、一発ルーム、ルーム、一発ルーム、イエーイ。はい、18期がいろいろなことに挑戦しながら、いろいろな、うん、いろいろな挑戦をしながら、なんだっけ、しながら団結力を深めていくみたいなあれになりますみたいな、もう忘れちゃった。ヤギ小豆のソロコン楽しみ。あ、いつかできるように頑張ります、いつかね。30分切ったね、切ったね。18期のファンミ、やはりですね、来てみんなに会いたいかな、会いたいね。スタッフさん、いや、優しいのか厳しいのか分かる
そう、あのちゃんとゲームに対してはやっぱね、そう一発ルームもご褒美企画ばっかやってらんないと思うので、そう全毎回成功したらすぐご褒美企画があるから、やっぱそれもそうダメだってなって厳しいんだと思います。そう一発チャレンジには厳しいですね。他は全然優しいです。もしまだご褒美企画さ配信もしてないからさ、そう溜まっちゃうとあれなんじゃないかな、大変なんだと思う、いろいろだからだんだん難しくなってきました。あの最初あんなできてた一発チャレンジが悲しい悲しい。予算あるもんね、リアル。いやでもどうなんだろう、何すんだろうねご褒美企画も。あでもまだ分かんないんだ、最近厳しめ。そう最近厳しいんだよね、なんかいつも終わり一発ルームの終わりにあのめっちゃ挑戦クリアしてた時、最初の時ね、ジワチキがこんなできる子だと思ってなかったって言われました。そうちょっと今度から厳しくしてきますわって言われました。だから今それ中なんです、厳しいんですね。でもね難しい、愛の無知。そう愛の無知ですね。そうあんまできる子たちだと思ってなかったっぽいですなのがこんないっぱい成功してすごいねって言われました。ストップウォッチとかすごいねってめっちゃ言われましたね。ねえカップね、あれさだってさアズもさ別に遅くはなかったじゃないですか、アズ。そうでもユナでも成功、サイだけがサイしかせあのさ目標タイムクリアしてないんですよ。そうやばいよあれ難しかった、早って。22難しかった。ねサイは早かった、ユナもさめっちゃさ練習してたんですよ、あのコンサートのさリハーサル中とか終わった後とかにめっちゃねユナ床で練習してて、そうめっちゃ早いから、あユナ成功するんだなって思ったら、あんな早いユナでも成功しなかったって無理やんって思った。ねしかった。フォローしました、ありがとうございます。よしいことがあったら聞くよ。バチャレンジ一生懸命みんな練習してたよ。ちょっとね、おちゃんさんありがとうございます。バラチアチキで一番ぶりっ子、わかんない、ひなのは自分でも言ってたから、ひなのかな、あとはね、わかんない、言ったら怒る子いるかもしれないからわかんない。ひなのはもうね自分で言ってるから、ひなのってことで、なのでひなのちゃんがぶりぶりです。オンラインで言うね、ありがとうございます、待ってますよ、嬉しい話聞かせてね。見たいのはあずちゃん、見たいのはあずちゃん、見たいのはあずちゃん。
なんだろう、はてなはてな、アドのブリコ、あ、ちょっと NG でNG で、でもひなのはぶりっ子って言われて嬉しいらしいですよ。なので言ってあげてください。皆さんあざといとか言ってくれる、言われるの嬉しいらしいので言ってあげてください。皆さん、そう、今日夜ドボンやる、めっちゃやるよ、今日めっちゃやる。ご飯以外の時間は全部ドボンやる。もう頑張る、本当にやばい、本当に頑張りたい。あーもうやばい、このあーできるかな、不安になってくる、本当にやだやだね、できしたいのに、頑張りたいのに、あずはいろいろなことが重なって、もうやりたいのに、どうも頑張る、あず本当に頑張る頑張る頑張る、ドボン絶対頑張れたのに。でもまださ、まだ4日、まだ4日、いや違う、4日じゃない、もう6か、6です、まだ6、まだ全然巻き返せる、大丈夫、頑張ります、頑張る。そう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 、すごい、あのね、カスミンが本気出してる、やばい、でカスミンを抜かさないとアズは入れない、多分頑張る、1ヶ月だし、まだまだまだ大丈夫、まだ巻き返せるって信じてアズは頑張る、で頑張るね。ね、昨日一昨日からすごいよね、カスミンの親焼けがめっちゃやってるんだと思う。ね、あずも最初いい感じだったのに、最初いい感じだったのに、もう嫌だ、でも頑張る、先輩に一人すごいですよね、本当に。ハルピオンさんはすごい、あのどう、何すごい、なんでだろうって思ってびっくり、尊敬ですわ本当に。もうね、もうなんかここ何日間やんなくても1位保てんじゃないかぐらいすごいですよね、ハルピオンさん本当に。来週もハルピオンさんめっちゃ当たってます、もう5回とか4回、5回ぐらい当たってると思います、ハルピオンさんと。もう全員当たったことあるんじゃないかってくらいね、みんなの相手してそう、ハルピオンさん、すごい、ねファンの方もすごいです、すごい、あの本当にすごいしか出ない。もうハルピョンさんは見てませんもん、数本当にあのレベチすぎて目指そうって思えないぐらいレベチでね、こうやったら1位になれるかなってさ普通考えるけど、もうねハルピョンさんのことがあんま、もうねレベチだから見てもない。あずも頑張るね、ギリギリ間に合った、間に合いました、ありがとう。そうドボンライブ本気ですさん、そうそうやってますよね、かわいい、本気
同じくギリギリありがとうございます。あ、ありがとうございます。あんちゃんおいしさん、ありがとう。5時間2時間やってるみたい。え、やばい、それは。え、怖い。そんなスマホ首になりそう。太田さん、昨日会いました。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。ゆなと当たったことない、この期間では。ドボン前は CM7 倍というダメになる。あ、そうそうそう。でもなんかやっぱ体調が頑張りすぎて心配になるから、運営さんが12時までっていうことにしてくれましたね。でもそうだね、この調子だとハルビョンさんもしさあれだったら本当に寝ずにやりそう。そう、長友さんもね、昨日やってずっとやってるの言いました。そう、21時間伸ばす。え、やばい、21時間だって。最後の方ちらっと戻ってありがとうございます。カスさん、あずちゃんめっちゃやってるの。あずね、一昨日ぐらいまではもうねドボン一筋でした。頑張る。1日100回ぐらいは行きたいね、この毎日。頑張りますね。みんなもやってくれたら嬉しいです。頑張るぞ。マコベさん、ありがとうございました。ありがとう。そう、昨日ね、あずもね、いろいろショールーム、花屋敷といろいろあって、ドボンが全然できなかったんです、できたかったんです、昨日。そう。24時間ってなんでこんな短いんだろう。あずのハピネスにするのが目標なので、あ、ぜひアズのパラダイスにしてください。アズのパラダイスになりましょう。なりましょうね。よいしょよいしょ。充電器取っちゃおう。熱くなっちゃった。そう、あのね、私ほんと最近8、効率、回数よりも効率を結構目指してて、8を出すように何回もね、別にカードを出せるのあるのに引いたりしますね。何回かもう8出てほしい。でもそれでよく出るから、そのやり方いいわと思いました。効率よく行きたいです。パラダイスは厳しい。いけますいけます。でもいますもん、パラダイス。アジじゃなくても。だからアズが上がることなかなかないので、皆さんあの全然上がっちゃってください。ドボンか、ドボンぐらいしか上がれない最近。アズはずっとね引いてます。引いて8ずっと出してます。
どういうこと？難しい。なんだろう、あの出せるカードあるのに、あのこっから引いてどんどんカードが溜まっちゃう状態をしてますね。で8を出す、そう8引くまで結構何回もやったりします。でも拗ねてバースト、そうバーストする気なのかなって思われそうだけど、さすがに結構ねこれぐらいまであの画面いっぱいぐらいになったらさすがに引く、あの3回ぐらいちゃんと出します。お溜まってきたなって思ったら出しますね。一周はドボンしない。でもドボンって押したくないですか？ドボンって押したいんだよね。でもわかんない、しない方がいいのかな、どうなんでしょう。村子焼きさんありがとうございます。さじ加減、そうさじ加減大事にしてやってます。これ朝のマスクかな、わかんないわ。わざとバーストはダメよ、絶対しない。わざとバーストは絶対しないです。でもそれでね溜まってきちゃってさ、溜まってきちゃうじゃん。で3枚とか出されるとたまにバーストしちゃう、最近は。そう悲しいの。でもそれはしょうがないのか、普通に普通にあることか、それは誰でも。バーストって言ってます。あんこちゃんと入りたいです。入れます、誰でも。アズを好きでいてくれたら入ってください。そう8枚か、そうか。なになに、そうそう、カードが少ないときやってください、ぜひ。でも本当に8出ない回は本当に出ないんです。出るときは3回ぐらい4回ぐらい出たりするんですけど、そう出ないとき本当に出ないから、ドロー3とかドロー2とかやってくれたらありがたいです。バーストしないで程度に。めっちゃわがままいる、めっちゃわがままがおるね。上がる時間ね、それな、そうですよね、そうです。上がる時間必要ね、難しい難しい。8早めに出す、あず8をね一番最初にもうね出た時はもうすぐ出します。まず1周目であのドボンしちゃう方もいるから、絶対そう8ある状態で終わりたくないから、ここに絶対8はね出たらすぐ出します。ドロースに投げてください、全然投げてくれて嬉しいです私は。終わってしまいました、あー悲しい。急にマスクあったからつけた。このマスクさ、このマスクがいいんです。ここは痛くならない、あんま。あでもこれも痛くなる、わかんない、それらだけで痛くなっちゃう。そう、これコーヒーパックマスクです。そうジャンプ逆転するの悔しい、わかる、悔しい。コーヒーパックマスク、すごい鏡あって、わこれさ合わせ鏡じゃない、ダメだお化け出ちゃう。アンコーヒーマスク、そうなの、アンコーヒーマスクなの、コーヒーのもこれなの、みんなもね結構みんなこれ、みんなこれだね。でも
ツイッター8900人、わー早い、ありがとうございます、嬉しい。でも9って悔しい、9って悔しいの分かりますか？9999とかだったらめっちゃ悔しいんですよね。9000じゃない、なんかなん、そうだから7999人の時とか、あと1人あと1人って思って毎回ねこうやってやってる。そう、あと1人あと1人来ないかなって思ったりする。皆さんぜひフォローしてください。年内1万いくかな、行ってほしいですね。2000人か、2000人マーズのこと、うわね、行ってくれたら嬉しいですね。1万人か、すごいわ。スワイプして覗き込んでます。仕事終わるの遅くなって間に合った。ああ、兄お疲れ様、ありがとうございます。あんちゃん。あと1ってねえありますよね。なんかさ、こうやってやってんのになんか減った、あれ減ったって思って残り2人になったみたいな感じになった時ありました。誰だ？そう、減っちゃダメだよ。みんなフォロー外さないでね。あとで花屋敷の写真あげようかな、あとでか明日迷う。花屋敷の写真来ましたよ、皆さんお待ちかね。さえと二人の写真来たから、そうメールには一個送ったけどね。可愛すぎてなんかね、一人何回もフォローできたらいいのにね。まだスワンしか抜けてない、クレープの写真とか、まあいろいろありますので載せます。リバースでは動画とか載せちゃおうかな。動画あったっけ、あ多分あった、あーあったあったあった、から動画とかね、リバースとかで載せようかなって思ってます。こんばんは、こんばんは。あ、来た？昨日のメール本当によかった。あの急いで書いて写真選ぶ時間もなかったやつね。そう、どうしよう、なんもない。こちゃんと一同ありがとうございました。みんなお見せくれてありがとうございました。ハートして、ハートハートね。髪がボサボサ、こっち行ったりこっち行ったり、じゃあ上手お願いします、下手お願いします、センターお願いします。はい、全角度からお届けしました。はい、アズラブアズポーズ、目線ください。はい、あと3分ということで、ランキング読みたいと思います。よし、
13位マチュピースさんありがとうございます。12位鳥さんありがとうございます。11位サイさんありがとうございます。10位ボリリンさんありがとうございます。9位キンキンさんありがとうございます。8位関根さんありがとうございます。7位ベイスターズさんありがとうございます。8位アスにハートを射抜かれたジラチさんありがとうございます。射抜かれた過去形。5位アイスタトニナレシさんありがとうございます。4位ネタロウさんありがとうございます。3位コモロクさんありがとうございます。2位ヤマさんありがとうございます。1位コウイチさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。長い時間2時間か2時間ありがとうございました。明日も朝は7時半から8時配信予定なので、ぜひ来てくださると嬉しいです。はい、夜は6時から8時、お願いいたします。ペコリ、また明日会いましょう。皆さんラスト頑張ってね。配信見に行く、ありがとう。配信ね、ありがとう。2時間もアズのこと見てくれて嬉しいです。サンキューなりー、サンキューじゃない、テンキューなりーか、テンキューなりー。じゃあいい夜をいい夜を。アズはご飯があるのでお家に帰って美味しいご飯を食べたいと思います。はい、みんなありがとうございました。バイバーイ。